神奈川新聞からかなろこニュースをお伝えします買い物客でにぎわう大型連休中の横浜市中区の元町商店街で5日元町安心安全デー2022が開かれました商店街と警察署消防署が協力して交通事故防止や防犯防災の大切さを訴えました 横浜ゆかりの女優、タレントのマルリオナさんと、オートバイレーサーの加賀山幸男さんを加賀町警察署、お笑いタレント出川哲郎さんを、中消防署の一日署長にそれぞれ任命し、3人は神奈川県警音楽隊と横浜市消防音楽隊、市立港中学校吹奏楽部の演奏に合わせて、パレードしました。<music> アメリカでの世界大会に出場するラクロス女子日本代表の壮行会が子どもの日の5日三浦市の潮風スポーツ公園で開催されました関係者やラクロスファンらおよそ150人が選手たちの活躍にエールを送ったほか体験会で交流を深めました新型コロナウイルス感染症をめぐり神奈川県内で5日新たに10歳未満から90代の男女 1>, 1日あたりの新規感染者が2000人を下回るのは5日連続で死者の発表は前日に続きゼロでしたまた神奈川県は新たに171人が自主療養したと発表しました自主療養者の累計は2万4366人になりました